43ディグリースのこのウェア、そのあったかさってところのアプローチ自体がちょっと他のブランドとね違うんで、その辺をちょっとお話しさせていただければなっていう。普通アウトドアスポーツウェアとかってこう3レイヤーとかっていう1枚仕立てで、で中のレイヤリングっていうのでアレンジして使っていきましょうっていう商品なんですけど、山の中腹なんかこうねザック開けてもた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 こう重ね着とかで、あれってどうなのってうちは1枚で全部簡潔にこうしてしまおうみたいなってところで、ベンチレーション開けたら中薄着だからすぐ冷やせるし、寒いなって閉めたらすぐ温まるし、この方がいいんじゃないのっていう。山の中腹でそんなもたもたしなくてもいいし、身軽になって余計いいんじゃない、準備とかも早いし、自宅でファーストレイヤー現地着いたらバサッと1枚でもういっちゃおうみたいな。2種類こう考え方あって、防寒っていう考え方と保温っていう。車の中からバッと外出た瞬間は割とあったかいんですよ。ただそこで長時間じーっとしてる、何分間かじーっとしてた時にその外の外壁がどんどん冷やされて内側が冷えてくる、この時に必要になってくるのは保温性。こういうその防寒っていうところと保温性って2つがあって、その寒い状態のところで機能してくる。私そこまで急な坂行けないからなだらかな方を滑りたいな、ただ結構体温上がらないので、やっぱり外壁のその防寒プラス保温っていうところが必要になってくる。実際数時間1時間こうウェアを着て中に温度計仕込んで、その温度計の変化とかの方が分かりやすいかなというので、あの上川のアイスパビリオン1時間ぐらい2時間ぐらいですかね、ちょっと借りて、一般的なウェアとうちのこの43ディグリースのウェアとその中に仕込んだ温度計の変化ちょっと見てみようかなっていうので実験してきたんですよ。あのロンティ1枚で入ったんですよ。1着1時間で計算したんですけど、もう普通一般的なウェアの方はちょっとしんどかったんで、30分くらいで出ましたかね。こっちの43ディグリースの方も全然1時間変化なく、中結局中に仕込んだ温度計18度になったんで、全然寒くなく過ごせたかな。で中入れてもらう感じで少しフワーッとするのを感じてもらえるので、なんかそんなのも含めてその時の裏話とかいろいろ不安でもできるかなと思うので、ぜひお店の方にお越しください。お待ちしてます。